1987 is when I met Khan. My introduction to what goes on in Japan, across the land. The B-boys hit, oh shit, goddamn. I'm flying around the world and yes, I'm flossing. Best to keep your day job at Lawson. On a mic, a sweet and tasty, like a plate of okonomiyaki. Trey Sheik, same enemy. You melt like butter with the words I speak. The name is Ed Rock and I'm here to stay.1993年にア・ベイピング・エイプスタート。原宿から生まれたこのブランドは瞬く間にワールドワイドな存在となる。 Can't fake that babe、 まさに93 till infinity。 そして時は流れ、2003年テリヤキボーイズ誕生。思い起こせばヒップホップには常に時代と場所で重要なリーダーがいたよね。地域、エリア、フル、パス、いるわいるわいるいる、あらゆる場面でリーダーはいる。紹介しよう、テリヤキボーイズのリーダー、Yeah、 この街界は一番タックに乗っかり勝手にゴーちゃん。いつでもてっぺん、気分はメイテイなら全編俺らがロックトゥーダー AM。 これまでもそう、産地直送、悪なき暴走、サメな衝動、 NIGO 出来たて B 超、俺らのミッション、デリバリー一丁。たった今コンポーした風、やばいぜコンコースでブーンボックスフルーコース、ベイブの照り焼きボーイズな風。 Can't fake that babe、 Can't fake that babe、Can't fake that babe, fake that babe, fake that, fake that, fake that babe. Can't fake that babe, can't fake that babe, can't fake that babe, fake that, fake, fake that, fake that, fake that.1960年代から70年代、80年代、そして90年代とダンスとシャウトのパフォーマンスでスーパーファンキーに盛り上げてくれたのが、知ってるよね、ジェームス・ブラウン。ダンサーの MC に魅了してくれるこの男のルーツにもきっとそんなファンキー大統領の魂が宿ってるはずだぜ。テリヤキボーイズのファンキーダイナマイト、ストリクトリー江戸前、人呼んで江戸良二。ダンディズムしだれ曲がる、ただ下向きに下走るシップホップ、沈むリズムにリクシネリ出し、言葉がケツからし知り出す、おうシリアスジャパニーズ、頭隠しゃかわいい、早飯早風呂早手のポーはめる、早寝早おっさん、物取っても無理無理、物足りないマニーメイキング、こっちとら酔いっぱりでバディシーキング、浮世のアートホーム、ドラッグはアートロック、鳴らしなバイコン、ブレイクアドーン、ストレイトフロム下町江戸領事、このワップ完全に濃い口ソース。 Can't fake that babe、Can't fake that babe。 江戸っ子のノリもヒップホップに通じるね。ヒップホップは今や世界中に住むあらゆる人々に共通している文化であると同時に、ネーションでありジェネレーション、間違いないよね。だからこそそこには楽しみと同時に賢者の声も欲しい。ストリートワイズな描写で人々を魅了したラキングがかつてそうだったのにさ。紹介しよう、左手にマイク、右手にドーナツ、いつでもハングリーなこの男、ミスターワイズ。腹減ったぜ、パスミーでチョップスティックス、腹ごしらえすれよくなるこの滑舌、アクセスうなぎ登り、WWWISE 世界のシェフでフルーフルコース、素材はフィッシュキンビーフにポーク、メインディッシュでもちろんこのソース、受ける照り焼き、モノモース、おっそら悟空みたいに、ジャパニメーションからハリウッドムービー、 We don't give a rat's ass、 Haters be brewing、 聞こえないメルローズあたりをクーゼン。 Can't fake that babe、 Can't fake that babe、 Can't fake that babe、 Fake that babe、 Fake that、 Fake that、 Fake that babe、 Can't fake that babe、 Can't fake that babe、 Can't fake that babe、 Fake that、 Fake、 Fake that、 Fake that、 Fake that、 Fake。1982年、アフリカバンバータ&ソウルソニックフォースのプラネットロック。ここからヒップホップの火が世界中に飛び火した。ヒップホップが世界に送った招待状がプラネットロックだったんだよね。そしてそのインディを幼少の頃すぐにガッチリゲットしていたっつうのがこの男、新プラネットロッカーでスーパージェットセット、そのグラサンの奥の目はブリンブリンに輝いてるぜ。テリヤキボーイズのアクティビスト、全てを飲み込むショック、僕を敵に回したらお先はドック、 Recognize I'm electrified、 触るとシャッ、軽く未来ワープさせる Hot stepper and taker、 なる when I talk on the mic when I rock the 機材 freely、 Come see me、 知らない君たち sleep like ミノさん on TV、 思い切り I'm slicing、 見たくもない MC マジワイセツ、 Can't fight this、 俺はバイキング内心破壊大帝。どうだいテリヤキボーイズ、ファブな4人だ。おまけにこの4人の後ろでビーツを鳴らすのがジェネラル2号なんだから、何が起きるのか全く読めない。どない型にはまるのがヒップホップだと思っちゃつまんないぜ。新しいフォーマットをビーツまで思考思考思考&思考、何でもありだな。思い出してくれ、こんなフレーズもあったよな。
92年の夏ロングアイランドワイルディちょっと行っちゃおうかスタンカカンカ高木カンビーツに乗せたかしキラーだカン都市銀融詩人グルーヴィン巡り巡ってベイプで封印文化の衝動ドアトゥドー夢見る行動ホールトゥホールルバロンで飲むドンペリオカヨービーツだライムこの悪なフローいやいや酔った酔ったよこのビーツとジムドライビーフィナージボーイズ自体がちょっとオールスクールっぽいなってさっきのさ、ミュージック話してたんだけど。なんかこう、4人いて、で、この DJ が2本やってて、こう、後ろに回してる感じがさ、ファンキーフォープラスワン、あれ思い出すんだよね。オールスクールの感じでさ、で、ほら、あの頃ってプロデューサー別にいて、DJ がこう、後ろにこう、レコード回して、グループでこう、みんなラップして、ほら、照り焼きってやっぱオールスクールだなーなんて俺は思っちゃったりして、だそうすると、俺もオールスクールだから、やるなと思っちゃったりして、まあ、誘われただけなんだけどさ、まあ、この機会に俺もなんだろう一緒に回るのもあるからって勝手にあれもう聞こえてるみんなまあ聞いてるよねもういいよみたいな大丈夫ですよ